今撮影をねしてたんですけど、ずっと楽しみにしていた新しい家具が届いたので開けていこうと思います。よし、じゃあ開けていこう。オープン。てんちゃん見て、新しい椅子が届いたの。せーの、よいしょ。これはどっち、こうか。見てて、新しいのが届いた。ここにある。いいかわいい。今日もかわいい。世界一かわいいよ。今日も世界一かわいいうちのベビタンです。かわいいです。ちょっと背景もじゃもじゃしてます。かわいい。結構頑丈やね。組み立てない限定。そう。ただいまちょっといろいろお掃除をしておりまして、今からですね、みなみちゃんがちょっとお家に来るんですよね。フリーマーケットのもう告知をねしてると思うんですけど、ちょっとその打ち合わせとかいろいろやろうかなってことで、みなみちゃんがお家に来るのでバタバタお掃除を今してたんですけども、昨日ですね家具が届きまして、1個、その椅子を今もうちょっとここに置いている状態なんで、少しだけお見せしたいなと思ってます。まだ全然ね、お家自体はこう納得いくというかまでの完成はできてなくって、とりあえずこんな感じで配置してみるみたいな夫とね、こうお話ししながら決めてる状態なんですけど、まあでも結構ガラッと変わって見えますよね、ここのね感じとかも。こっちがキッチンなんですけど、そう、あ、この椅子、これをねちょっと新しくゲットしたんだけど、これです。ノーチェっていう、ブランドの、椅子です。このノーチェっていうブランドで前ねダイニングテーブルも買ったり、他の、椅子も購入したんですけど、この椅子がとっても可愛かったので選びました。で、このダイニングテーブルもね新しくしたもので、同じくノーチェってブランドで購入しました。なんかこの円形の、まあ、ダイニングテーブルがずっとよくって、探してた時にお値段もいろいろ込みで決して安くはないんだけど、こういうデザインのものでは割とお手頃な価格だったので選びました。こう真ん中に足がある、4本足とかじゃないから、すごくこう椅子の収納もしやすくて超お気に入りで、こちらの椅子ですね、これが昨日開けた椅子になります。なんかいい感じに、どうかなって心配だったんだけど、結構こうウッド調のものが前の家からのテイストだと多いので、このタイプのちょっとスチール状のねデザインのものを入れたことによって少しアクセントになって、これもかなりいい感じです。ちょっとね座ってみるとこんな感じです。可愛いんですよね、すごく。なんかこういうのずっと欲しいなと思ってたけど、この椅子もこういろいろ調べてて、多分韓国系なのかな。お値段も、これも、決して安くないんだけど、いいかなと思って選んでみた椅子になります。実際なこうね、機能性とかそういうのはまだ届いたばっかりなんでわかんないんですけど、デザインはすごくいい。でアクセントになって、こういう、チェア、お値段するものも本当にたくさんあるから、もろもろ考えた中で、買ってよかったなってすごく思ってます。
でちょっと今後ろに映ってるこの辺のこれね、鏡は前のお家の時から持ってきたザラで、チェストもこれは確か楽天だったかな、楽天ルームに載せてるんですけど、キャビネット一旦ここに置いて、でまあもろもろちょっとそのまま前のお家風に飾ってます。で今が現状こんな感じで、テレビ台をなくしたんですよね。ウォールのテレビスタンドにしまして、すごくそれがハマりました。そしててんちゃん何があったか分かりませんが、ここで爆睡しております。てんちゃん、なんか人生疲れたみたいな顔しておけど、てんちゃん、ゆうちゃん、まあ一旦今こうソファに座った雰囲気はこんな感じ。なんかもうちょっとね、あのやっぱテレビスタンドだから配線とか見えちゃうんで、そこはいろいろ調整したいなと考えてるところなんですが、今いろいろこうごまかしをしております、はい、これ結構いいね、やっぱオールはすっきり見えて良き。床が今こっちの部屋がちょっとこう明るいと思うんですけど、こっちだけ今あの前のお家みたいに、下のに楽天ルームにこれも貼ってる、床シートをタイルを敷き詰めてます。まあ、基本的にこっちで私が撮影することが多いからね、ここで今白のやつ貼ってるけど、多分今のこっちのリビングも全体的にお部屋を明るくしようかなっていうのを今試みております。あとは今カーテン、これもね前のお家から持ってきたカーテンなんですけど、これを今ブラインドとかバーチカルブレンドとかにしようかっていう話を今夫としております。それだけでも結構雰囲気変わるしね。照明もねちょっと今とりあえず前のお家のだから、これもいろいろ試行錯誤して試行錯誤お店で探しながらやってるところですね。まあてな感じで、まだこう未完成な状態なんですけど、ある程度、いい感じに整ってきたので少しだけご紹介しました。じゃあちょっと今からもうちょっとしてみなみちゃんがお家に来るので、はい、ちょっとだけ動画回そうかな。やり方がひなさん来たんで、私があ、そういうことね、あ、そうだ、リクエストしてください。リクエストしてくださいあ、できて今度あのみなみちゃんと一緒にフリーマーケットも福岡でやるので、ちょっと今日は、まあ、こっち答え取ってね、はい、そっちもフリマどこでやりますか。フリマは福岡天神駅から徒歩10分、役員から徒歩5分ぐらいの距離のところなので、結構交通でもいいと思います。肩また乗せます。打ち合わせが終わりました。ちょっといろいろね今、
秋物冬物のオリジナル制作レウリー進めててサンプルが上がってきてたので、まあ、それのねまたこう調整をするっていう今日は打ち合わせだったんですけど洋服がねそう打ち合わせだったからちょっとレウリーの夏のオリジナルの洋服を着てて今パッと着替えました私服の方に。いやめっちゃ可愛いのが出来上がってる。これもうやばいですよ本当にこう着回しが今回できるようなアイテムも作ってるところなのですごい楽しみにしててほしいです。で、まあ、今日ね朝からこうやって打ち合わせだったんですけど昨日はみなみちゃんとちょっと合流してちょっとだけライブしてでその後に、ね、みなみちゃんの旦那さんとお子さんかわいいのよが来てくれてちょっとおりおくんねワンちゃんもいるので来てくれてちょっとこうご飯をゆっくり食べて解散してでまあ私の方でもライブをしたんですけども楽しかった。まあこう初めてじゃないか、まあ、人を呼ぶのはこのうち何回かあるんだけど机もやっぱ大きくなったことでみんなでこう食卓をかの囲むじゃないけどご飯を食べれるようになったからなんかもうちょっとまあ綺麗にねこう家作りを頑張って、頑張っていきたいなと思ってます。てなわけで今日はね、まあ、もう完全に打ち合わせデートを編集してっていうそんな一日で、まあ、これからちょっと編集作業って感じなんですけど、頑張りたいと思います。また作業に移りたいと思います。てなわけでまた動画撮りたいと思います。